松田竹千代は日本の男性政治家、衆議院議長、文部大臣、郵政大臣を歴任した、肖像医、君医等、大阪府戦南郡出身。明治35年、14歳の時にアメリカ西部の荒野を夢見て、単身渡米、各地を放浪した果てにニューヨーク大学に入学。明治44年に、同大卒業後、大正3年に帰国。 日本の近代スポーツの先駆者、大森平蔵の妻、安貴美子の運営する社会福祉施設、有林園を手伝う。有林園での経験を経て、社会事業家となる。昭和3年に、最初の普通選挙だった第16回衆議院議員総選挙で、立憲民政党公認で立候補し初当選。民政党では、町田忠春直系の政治家として知られ、一方で、 同じ民政党所属の三木武義の地遇を得た。元来自由主義的な政治家であり、昭和14年には、クリスチャンの香川とヨヒコやの地に、内閣総理大臣となる三木武雄らと共に、日米同士会を結成し、東京府東京市高島地区の日比谷公会堂で、日米親全国民大会を開催したが、戦時中は、軍部と妥協し、 昭和18年6月17日の翌3政治会の大議士会で、鳩山一郎と中野聖郷の演説に対し、それではまるで反戦演説じゃないか。やるなら、鳩山先生のごとくやれと、鳩山は指示しながら、中野には反感をむき出しにして叫んだ。翌3系に参加していたことから、戦後は公職追放を受ける。追放解除後、三木と共に自由党に吹き、 鳩山派の一員として活動。自由民主党結成後は河野派、森木義派、その他グループに所属したが、その後中曽根派に入った。鳩派,派で野党との話し合いを重視する姿勢をとり、温厚そのものの外見だったが、思想や見た目とは裏腹に無類の機関機で、妥協を拒む性格でもあった。また、文部大臣時代は、日教祖の集会に出席するなど、 自民党の立場にとらわれない姿勢をとった。立憲民政党より衆議院議員総選挙に出馬し、初当選を果たして以後、昭和47年に政界を引退するまで通算12回当選し、この間、郵政大臣、文部大臣、衆議院議長を歴任する。昭和55年政挙。1980年12月、岸和田氏名誉市民の称号を贈られる。 日本ボクシング連盟元会長の山根明が週刊新潮で告白した記事によると朝鮮人の山根が幼少の頃に日本に密入国しようとした際また密航してまた捕まってしまうのです。ただこの2回目の時は親父の人脈で大阪の岸和田出身で郵政大臣までした松田武千代ゆう国会議員にお世話になって保証人になってもらって収容所から出られた。 その後は日本にそのまま定住しましたと、松田の計らいにより入国できたことを明かしている。ありがとうございます。